の。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。決闘どうするよ。決闘決闘寝てる場合か。まだやれそうだな。手当ての時間やるよ。なめんな、とっととかかってこい。いや、さすがにそれじゃ戦えないだろ。せえ、てめえの情けなんだ。見せてみろ。引っ込め上げ、てめえの手当てでもしてろや。いいから見せろ。触んな。熱くなるな、お前の悪い癖だ。今何をしたらいいと思う。久しぶりに楽しませてもらったぞ、トルフィン。約束通り話を聞かせてやろう。お前の親父トールズの話だ。俺とトールズは共にその軍団の大隊長だった。中でもトールズは半端なく強かった。トロルとあだ名されるほどにな。娘の一人を与えた。それがお前の母ヘルガだ。俺の祖父。そうだ。そして俺の兄でもある。お前の王子ってことだな。大将の親戚。嘘。最後の戦はノルウェーのヒョルンガバーグ。トールズは海に落ちて浮かんでこなかった。俺は泣いたよ。いつか奴を倒すつもりだったんだ、俺のこの手で。だがトールズは死んじゃいなかった。おい、コソドロか、てめえら。トルケル、普段はコソドロなんざほっとくん。友人を亡くしたばかりでな、近頃機嫌が悪い。トールズ、お前、なんだよ、どこを突き歩いてやった。葬式あげちまったじゃねえかよ。わかったわかった、落ち着け、トルケル。心配かけてすまなかったな。お、よく見りゃヘルガじゃねえか。やっぱな、海に落ちたぐらいで死ぬはずねえもんな。すみません、おじさま、私たち。兄貴にはもう終わったか。トルケル、話を聞いてくれ。うん、積もる話は館でしようや。この町、用務戦士団を抜ける。今夜俺に会ったことは忘れてくれないか。え、何、ギャグ決めたんだ。んもう戦はしない。だから話が見えねえって。まさか死にかけてビビったとか言わねえよ。俺は分かったんだ、本当の戦士とは何かが。狩猟の許しもなく抜ける奴は死刑だ。トールズ、大丈夫、下がってなさい。元気でな、トルケル。お前、剣はいらん。気がついた時にはもうトールズたちは消えていた。奴はアイスランドでどんな風に過ごしていた。ふん、嫌なこった。俺は話してやったじゃねえか。うるせえ、知るか。はっ、ケチンボ。つうか、話さないんじゃなくて話せないだけなんだろ。目を見りゃわかるぜ、奴のあの不思議な輝きがね。たった、トールズから何にも学ばなかったのがバレるのが恥ずかしいんだろう。いや、待て、話せ、てめえから殺すぞ。普通にやれば間違いなく負けるぞ。お前の戦う目的を思い出せ。決闘で俺を倒すことだろう。今だけでいい、俺を参謀として認めろ。痛むか、トルフィン。アシュラッドは諦めて降参すか。なんだその邪魔。最後まで誇りを持って戦え。
トールズの名を汚す気か。くそか。がっかりだな。もう少し根性見せるかと思ったのによ。そうだ、とろける。とどめを刺しに来い。あとは一瞬の隙。やつの弱点は。よくも俺の血統を怪我してくれたな。はあ、スケート、てめえ、戦士の誇りとは何だ。恨んでくれていい。だがあのガキは殺す。俺を殺すなら殺せ。だがあんたは生きろ。あんたの他に誰がこの500人の獣どもをまとめられるっていうんだ。そこまでだ。この戦で死ぬ者は犬死にだぞ。王族だろうと決闘に水差す権利はねえ。引っ込んでな、お嬢さん。あなたも一等の首領なら誇りと潔さを示してみせるがいい。うるせえ。んなことてめえに言われなくても分かってんだよ。トルフィンを離せ。この決闘は俺の負けだ。大将は負けてね。俺たちが邪魔しただけだ。黙れ、ムンキラども。俺の負けだ。ちった格好つけさせろ。不愉快だ。50年生きてきて今日ほど不愉快な日はねえぜ。叫べ。聞くことをするだけだ。どうせ惜しむような命ではない。俺はな、命は惜しくないなんて抜かせやつは腐るほど見てきた。大抵は軽く小突いただけで泣いて命食いしやがる。てめえもその口だろ、あ？野郎ども、こんな俺でもな、たった一つ後悔してることがある。俺はトールズについていかなかったのかってな。あん時奴についてってれば本当の戦士の秘密を知ることができただろう。よし、決めた。その喧嘩助立ちしよう。は俺はあんたについていくぜ。その代わりぬるいことしやがったら即ぶっ殺すかんな。なんだあの野郎、まだいたのか。クヌート殿下、ラグナル殿を殺したのは私です。お切りしてください。ですがもし生かしおきくださるというのであればお役に立ちます。この一命に変えても。ラグナルの分も働け。それが弔いだ。必ず数年後玉座から引きずり下ろす。何だお前、何くすんの。何がマネだ。